間ってのはいわば力の象徴だ。より強い奴がより強力な力を手にする。これほどシンプルで筋の通った道理が、世の中は弱肉強食、強者には暴飲暴食の権利が与えられる。どちらがこの力にふさわしい男か、さあ今ここで雌雄を決しようぜ。人数で勝ってる。仕事だ。このアドバンテージを生かしましょう。属性を考えて戦わない。こっちは散り貧になるぜ。
Thank you.
まで残り1分。したら命がいくつあっても足りだが他に方法がない。ほんの数分でいい。倒す必
数分だけ奴をそこに足止めしてくれさえすればいい。足止めって。ここで逃げても後味悪いしね。60%。 陰謀くじ引かせちまって悪いな。だが俺はあんたらを信じた。頼む。70%。 やあ、死を司る炎を押し潰せ。波動エネルギー充填率 80%。 ちくしょう、見ていることしかできないなんてよ。俺先よ。波動エネルギー充填率 100%。 よくやったルーキー、あとはこの俺に任せろ。今回はマジで危なかったな。やったな。死の子の言うな。先輩の言うことは素直に聞いとけ。ほら、あんたらも来いよ。あんたらなかなか熱いソウルを持ってるじゃねえか。お礼なんか言わないからな。私たちだけでもこいつを、まあちょっとは助かったけどな。本当にちょっとだけだけどな。なんだよ、結構可愛いとこあるじゃん。な、ざっけんな。妹に手を出したらその獅子を叩き潰す。安心しろ、手なんか出すかよ。それはそれでなんかムカつく。マリンさん、ギフト。そいつはやるよ。悔しいが今回の MVP はあんたらだ。
俺はこの戦艦で我慢しといてやる。おいこらデカブツ、いつかてめえを俺のものにしてやるから。おい、あんたらの名前を教えてくれよ。大輔だ。リアリーよ。大輔、リアリーか。バッチリ魂に刻んでおくぜ。また会おうぜ。じゃあな、ダチコ。命に感謝した。ごちそうさまでした。